ビール買いに行ったら、なんとね、ザンと氷見てくれ、新しいビックリマン発見しちゃった。で、早速買ってきた。でね、今2パック開けたんだけどさ、ビデオカメラ途中で止まっちゃって録画されて、あ、まあされてるんだけど、音声がすげえ割れてたからもう一回ね撮り直してる。で、2パック開けた結果、このザンと2枚が来たんだよね。ゼウス最大の弱点に自戒を創作せよ。わあ、フェニックスかっこいいね。で、こいつ知らないんだよね俺。偽札肖像画のマルビは借金地獄にいざ、あ、これがマルビってやつかな、ちょっと調べとくわ。ビックリマンの世界観で難しいんだよね。前やった時は調べてね、結構頭に入ってたんだけど、外伝だから今回外伝、なんか新しい俺の知らない世界観に突入してる感があるから、ちょっともう一回調べようかな。あのね、こいつの名前忘れちゃったんだよな。いや、シール持ってんのよ。シール持って調べて分かってるんだけど、なんだっけ名前じゃあ出てこない、忘れちゃった。なんだっけな、本当に覚えてねえわ、思い出せない。さて3枚目、さっ、おー、過信テクター事件。あ、過信テクター事件ね、これ前やった時解説したよね。うわー、懐かしいな、過信テクター事件思い出すね。あの時の開封を、あれ1年以上前でしょ、もう多分52種だったかな、そんくらいの、すげえ多かったからコンプするのめっちゃ大変だったんだよね。でも無事にコンプできたんだよあれは。今回24種だから簡単にコンプできると思うな。過信テクター事件、今回キャラじゃないんだね。なんかキャラも欲しいな、キャラも。俺ね、シソジラが好きだから、いてくれたら超嬉しいな、シソジラ。さて次は、さっ、おっと、ゴールデンフィッシュエンゼルだって。あ、俺これ知らないかも、初めて見る。あ、知らん、これ初めて見る、今回初めて見るキャラだわ。ゴールデンフィッシュエンゼル、金魚。金魚かこいつ。これ初めて見るわ、初めてゲットしたし、初シールやった。前のシリーズにもいなかったこいつ。こいつなんだっけな、みんな覚えてる名前、やーべえ、あんだけ調べたのにな、名前忘れちゃった。名前、あ、でもいると思うから、あ、でもいてもさ名前書いてねえんだよな。スーパーゼウス、マショーネロ入りました、マショーネロ、ザッと、うおー、なんかこれシークレットっぽくない、デザインすげえかっこいいんだけど、これシークレットじゃねえの、すげえかっこいいぞ。ドリームマッチ、すげえ、ドリームマッチ、ドリームマッチ、何これ、おかしくない、番号書いてあるのに、これやっぱシークレット系かもしれない。24枚目のシール、うわー、なんかデザインがさ違うもんね、他のやつと、かっこいいもんね、すげえな、スーパーゼウス、いやー、ゼウスかっけえな、やっぱおっちゃん、おっちゃんかっこいいっすわ。で次、さっと、さていきますかな。いや、過信テクター事件のシールは熱いな、すげえ嬉しいわあれ。さて次は、シソジラいるから、外伝ってさ、みんな、あ、これパッケージのやつじゃない、ほら、デビルを撃退せよ、ほうほう、さっ、わあ、これもかっこいいじゃん、これ何番、番号書いてた、あ、10番だ、10番、さっき11ゲットして10、11揃ったの、9番、10番、11番で6番で、さっきのね、エンゼル1番だった、金魚1番だったわ。金魚1番かよお前、すげえな。さて次、なんだっけな、これチボシンとかそのような感じだったような気がすんだよな、この遮光器道具。めっちゃ遮光器道具じゃねえかお前、行くぜ。さて次は何が来るか、さっ、ドリームマッチじゃん、ドリームマッチ、スーパーゼウス、うわ、ブラックゼウス入りました、俺の大好きなブラックゼウス、ザン、うお、すげえ、超かっこいいじゃん。確かね、このスーパーゼウスってやつがシソジュラに飲み込まれてて、その中から出てきたのがスーパー、ブラックゼウス、あ、スーパーゼウスじゃない、ごめん、ブラックゼウスだ、ブラックゼウスがシソジュラに飲み込まれてて、で中から出てきたのがブラックゼウスだったはずなんだな、合ってる、確かねそんな感じだったんで、それはちょっと覚えてる。っていうか、ドリームマッチのデザイン、シールデザインがすごいかっこいいね、これシークレットじゃねえかな、23、24的な感じだと思うんだよね、うん、すげえかっこいいから、いや、わかんないけど、他にもね、めちゃめちゃかっこいいシールありそう、シソジュラいねえかな、見てくれたらすげえ嬉しいんだけど、さ、生き別れた双子、うわー、ピカキラ、あ、そうか、確か、あ、思い出してきた、確かさ、これさ、ゼウスのお母さん的存在だったような気がする、で、これが双子だよ、
後のスーパーゼウスとブラックゼウス、よし、あと2つ。やべえ、楽しいな。っていうか1枚も被ってね、すげえな。この被りの帝王の俺がエンペラー発動しないとは。まだでももうそろ発動しそうな。精神ナリアだ、みんな思い出した、精神ナリア。うわ懐かしい。そうだ、ナリアで俺興奮してたような気がするもん。思い出したわ、ナリア。このナリアでね、すげえ、お前ナリアかみたいな、興奮してたんだよな。よかった、出て今回思い出した、すっきりした。いやまあ出なくても後で調べようと思うけどね。世界観ちょっと忘れちゃってるから思い出したいわ。精神ナリア。うわーそうだよそうだよ。でこれがスーパーゼウスとブラックゼウス、それ間違いないような気がする。で今回ラスト1、ラスト1章入ります。っていうか本当に被ってねえわ、すげえな、被りがない。これ全種コンプ楽勝かもしんねえな。さっ、おっと、なにこれ。3番、ジェイツクリーマー。あ、これも知らん、初めて見るわ。ジェイツクリーマー、前調べた時も出てこなかったはず、これ初。おっと、なにこれ、呪い、パームみてえ。なんかゼウスがいる、藁人形もろともこれ頭に刺さってね。怖すぎる、なにこいつ。でもデザインは嫌いじゃない、こういうデザイン好き。超怖いんだけど。ということで今回の開封結果はなんとね、1枚も被ってないっていう奇跡ミラー公開でした。ありがとうございます。しかもドリームマッチっていうすげえかっこいいシールが2枚も来た。うわーブラックゼウスかっこいいね、やっぱ超ラブだ。みんなどのキャラが一番好き？やっぱねブラックゼウス人気だと思うな俺、超かっこいいもん。うわー魔性ネロもかっこいいよね、ピエロみたいなこいつ。いやー嬉しいな、ビックリマンシリーズやっと新しいの出たな、嬉しいわ。どんどん新しいの出してほしいよね。うん、ということでまた次回、次回もね、あのあれだけ全部買ってきてコンプ目指していこう。